一旦家へ帰って喪服に着替えますように。そして平服のままの方が取るものもとりあえずという感じが出て帰ってよろしいわけでございます。さて町家へ入って遺族に会いましたら、この度は誠に思いがけないこととか、この度は誠においたわしいことでご愁傷様でございますなどというようにお悔やみの言葉を述べます。お悔やみの言葉というものは分かっていてもなかなか流暢には出てこないものですが、決して雄弁になる必要はありません。それはそうだ。お悔やみの言葉を受けた遺族がどうぞ一目会ってやってくださいと言いましたら、では一目というふうに受け、取り乱さぬように静かに立ち、遺族の導くまま、おい導くんだ、祭壇の棺の頭の方に進み寄ります。そしておかんの蓋のガラスの覗き窓から 2,3 秒死に顔を拝見し、拝見深く頭を下げて拝み、その後遺族に対して、何かお手伝いさせていただきたいのですが、ねえ、あっちの挨拶はいいのよ、問題はこっちの答え方でしょ、というように申し出るのがよろしいでしょう。遺族が聴聞客から、この度はご愁傷様に存じますなどとお悔やみの言葉を受けた時には、お忙しいところおいでいただきまして恐れ入ります、個人もさぞ喜ぶことと存じますと挨拶を返します。相手が特に個人と親密な人であった場合には、その後へ、存命中は一方ならぬお世話になりましてありがとうございました、また病気中はお見舞いをくださいまして本当にありがとうございました、個人に代わりまして厚く御礼を申し上げますという挨拶を続けると申し分ありません。ああそれはそうだ。ではここまでおさらいをいたしましょう。私が聴聞客の挨拶をいたしますから、その後テキストを見ながら練習なさってください。よろしいですね。この度は誠に思いがけないことでご愁傷様に存じます。はいどうぞ。お忙しいところをおいでいただきまして恐れ入ります、個人もさぞ喜ぶことと存じます、存命中は一方ならぬお世話になりましてありがとうございました、個人に代わりまして厚く御礼申し上げます。なるほどね。うわ、しかし近しいものを亡くした遺族の立場としては、悲しみに胸が迫り、挨拶すべきことが分かっていてもなかなか思うように言葉にならないのが普通です。したがってご丁重に恐れ入ります、程度の短い挨拶であっても態度が丁重でさえあれば決して失礼にはなりません。これ簡単でいいわ、私これで行こう。ご丁重に恐れ入ります、丁重に恐れ入ります、丁重に恐れ入ります。あれこれやばいな。何あれあれあれ、どうしたのよ。挨拶があるんだよ、出棺の時と精進落としの時。それ誰なの。もしあるいは親戚代表って言うんだけど。もしてばあちゃん、そりゃ無理よ。って言うと結局やばいな。出棺の時は三河のおじさんに頼むとしても、精進落としの時は俺ってことになっちゃうよ。まずいな。悪いわね、あなたの一番嫌いなこと。大丈夫よ、あなたいざとなったら結構うまいんだから。参ったな、俺いっぺんで憂鬱になっちゃったよ。